案内してあげるからついてきて。物語を体験するにはちょいとしたルールがあるの。いってらっしゃい。1890年アメリカ太平洋サンディエゴビーチをスタートし、ゴールをニューヨークとする、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。観戦に来ていた車椅子の青年ジョニー・ジョースターは、鉄球を操る男ジャイロ・ツェペリと出会う。ジョニーはジャイロの鉄球に触れたことで、動かないはずの自分の足が動くという体験をする。希望を見出したジョニーはレースに参加してジャイロを追い、鉄球の技術を教えてほしいと頼むのだった。回転のレッスン。私のアンダーを掘り起こす。これサポート効果を掘り起こす。これだ、掘り起こす。私の働きを忘れないでください。僕は回転の力を身につけたい。身につけなくてはならない。回転のレッスンはハードだぜ。ついてこられるか。回転は無限の力だ。無敵の回転パワー。うわっ、離れてろ。あ、うわっ、カロリーパッティ。回転は穴になって、知らないもんだぜ。マジにやる。黄金回転の爪だ。皮膚を攻撃させて離れるんだ。歩けない。足が。なんだと。何。回転は無能。スローダウン。何が起こっている。回転の爪だ。レッスン5はこのために。そこだ。おら、祈っておこうかな。完全なる黄金の回転エネルギー。オラ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 。あなたが攻撃をする。あなたが攻撃をする。黄金回転の爪だ。あなたが攻撃をする。回転黄金回転。完全なる黄金の回転エネルギー。あなたが攻撃をする。相手に完全なる黄金の回転エネルギー。オラ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 。ジャイロ、回転の技術をもっと教えてくれ。